今日はオープニングを取り忘れちゃったけど、なっちゃんとオーストラリアのアウトレットに行ってきます。なっちゃんは私の小学1年生からの友達で、今メルボルンに留学してる。よかったらこの動画を見てね。なっちゃんを待っています。なっちゃん早くしろ。なっちゃん今日は YouTube です。歯磨き粉ついてるかもしれない。はい、ということで行きましょう。なんと爆睡してたようです。え、でもさ、一回起きてたじゃん。起きた。あ、その後二度寝したってこと？二度寝というか、ベッドの上から変身してました。あー、なるほどです。なっちゃんめっちゃゲットレディに時間かかる子になったのかと思った。化粧めっちゃ気合い入れてると思って。時間かけてのクオリティがめっちゃ。かわいいです、今日も今日とて。これは私が上げたやつでしょうか。そう。カエリーのやつ。お母さんみたいなのつってるよね。どういうこと？ということで迎えます。今日は天気良くてアウトレットに行ってショッピングデーです。イエーイ。リオンとショッピングするの初めて。初めてこっちで。日本でもあんましないけどしてました。日本ではしてましたけど。今日は暖かくてやっとメルボルンに春が来た。やってるうちらだけで今何食べる探しになってて。何食べたい？米。でもおにぎりなら食べたい。That's not おにぎりを食べたくて、ね、これね、豆知識。ちなみにそういうヒストリーの授業始まるの。でなんかおにぎりの名前って魔除けの意味あって、おにぎりって意味なんです。鬼を切る。おにぎり分かる？握るから握りじゃないの。おにぎりの方なんです。だってバイバーイ。教養チャンネル。確かにリオン小学生の時社会の授業めっちゃ成績良くて、ヒストリー系になるのとのテンションは私の方が高いです。歴史オタクなんです。歴史そういうことにつきましたので行きましょう。ありがとうございました。初めて来てテンション上がってます。もうメルボルンに飽きていた自分がいた。可愛い。お土産に欲しい。子供いる子。子供いる子。うちなんか30歳ぐらいの人の手で話してた今。迷ってます。なっちゃんはタコスにするかも。迷う。うちはワッフルにするの。私はワッフルとピスタチオアイスクリームをゲットしました。ランチランチ。何アイスって言った？ピスタチオで。ピスタチオ。なっちゃんは？私はケサディーラ、メキシコ料理をゲットしました。食べてみます。腹ごしらえ。最近なっちゃんのほっぺがね、痙攣しちゃうんですよ。もうどうすればいい？コメント欄で、ね、コメント欄左のほっぺだけさ、ずっと痙攣して話してる途中に痙攣しだしちゃう。私は甘いもの大好きなんですけど、あれを食べたらもう気持ち悪くなっちゃって、年を感じてしまいました。ということでしょっぱいもの食べたくて今ラクサ食べるか迷ってます。食べ過ぎなのよ。食べてください。このノースフェイスのジャケットかわいい。また学校でどういう服着てこうって今悩んでて、これどうですか？推しに推しの前にこれ着て座って、ね、オービアスでよろしく。買っちゃいました。イエーイ。なんちゃんも買いました。イエーイ。あとで購入品紹介します。喉が渇いたぞ。カサカサスムージー。スムージー飲みたいです。飲んで食べて、買い物して食べて食べて飲んで食べて。ちょっとそろそろ喉が渇いてもう喋れなくなりました。私たちは声が出なくて。パフュームだって。パフューム見たい。でも見ます。なんかおしゃれです。パフューム欲しいのよ。でも欲しいの決まっててさ、ここではないんですけど。 We got a boost? What did you get? Strawberries please. No, you don't need to.
ということで座らせてもろって倒れそう。ありがとう。結構広い。ああちょっとアディダス見ようか。座らせてとか言ったのね。今日は天気がいいのでこれから芝生に寝転がりたいと思います。今夕日を見ながら語り出したのでちょっと緊急でカメラ回してます。いやなんかねここね気持ちよくてメルボルンも捨てたもんじゃないと思いました。もうすぐね卒業するんですよ。6月、ね、来年のね。やる前ってすごい不安だったけど絶対自分ついていけないよって思ったけど眩しがんな。いや眩しいあっという間にね卒業ってことで、なんか海外大って聞くとさ難しそうとか自分絶対ついていけなさそうとか思うじゃん。ハードルがねやっぱり高い。だって日本語で勉強してたら大変なこと英語でやろうとしてるんだから、うん、けど言うてできました。私ができたからね多分全員できます。努力したから成し遂げられるっていう。優しい。いや努力したっていうかあの本当にクラスメートに助けられたのがでかい、うん、課題とかもさグループワークとかだってうちに使えない時いっぱい英語わかんなくてあったのにみんながね助けてくれて、だから成し遂げただけであってもし一人だったら多分無理だったのです。他の学問を専攻してることもみんな言うけどマジ助け合いのものだよ大学生は。本当に、はい、助け合いだと思うマジで。どんな勉強してる子たちでも一人ばっかり一人で全部勉強してだからさうちの推しかなりきついよ。いやそれは彼は特殊なんですか。忍耐がすごいのかな。そうリオンの推しは一匹狼なんだよね。そうだから3年間友達もいなくて彼は一人でね成し遂げたのすごい。すごいよ忍耐。なんで話さないんだろうもう分かんない。話しなよって思うもん。究極のシャイなんだよ。でも嬉しいのが唯一道ですれ違って挨拶できるのが私なの。その貴重な一枠を勝ち取ったよかったね。ね、でもすっごい歩くの早かったけどね。すっげえわマジで。競歩選手だからしょうがないよ。スーパーシャイ。そうかもしれない。すごい光ってる。仏だわ。人生100回目なんだけど彼女は。ここめっちゃいいやん。メルボルンのシドニー来ちゃった。すねてさ。うん。すねちゃったからはあ、じゃあもうこれ買ってあげるからすねないの、うん、ってやっちゃったら。まあそれ楽だけど。そうその時楽だけどなんか今後うまくいかなかった時に必ず一旦すねちゃう子になりそう。そうだね。だから。そこでどう対処するのかむずい。だって絶対一回は拗ねるから子供は。どうすればいいんだろう。ちょっとコメント欄で教えてください母親の皆様。シハブに来ました。これがオーストリアの寿司です。最初来た時はこんなのフェイク寿司だって言ってたけど今ではもうこれを見るだけでよだれが止まりません。でも寿司にうちもうアボカド入ってるのとかめっちゃ好きだから、ね、染まってね。何この染まってしまった。緑色のつぶつぶ。これは何ですか。飛び子の緑色バージョン。ということで夕飯です。いただきます。いつもこうやって3個ぐらい買って食べてます。私は1人でここにいると全てうまく感じてくる。わかる。これ日本でいったら多分うーんってものがここにいると味覚障害を起こすから。ガッテンでしょ。欲しいくない。うん。スシローとかさ。そう、タイにスシローがあったの。日本と同じ感じ。うん。だからさ、タイとか東南アジアの方が日本人住みやすいわ、絶対。それはそう。でも、スシロー来たら流行ると思わないこっち。むずいんだろうね、やっぱ。魚とか。でも、ツナあるし、来ないだけだよ。なんで来ないの。遠いからかな。東南アジアは進出しやすいんだよ。確かに。なんでさ、オーストラリアに来てくれないのか、本当に。楽しみ。寿司ハブでさ、購入品紹介始めた。絶対ここじゃない。こちら。何番ですか？こちらね、02番です。なんか、最近ね、小指すごい。
こんな感じでプルプル唇になりたい子どうですか、はい、ということで今お家に帰ってきました。部屋着に着替えて購入品紹介。まずダイソーで買ったビスコ、おやつにさっきちょっと食べた。あとチップスターもダイソーで買った、セールだったから。お洋服を紹介していきたいと思います。初めて買ったここのブランドベリー、めっちゃ安かった。ここ、まあ、1100円くらいで、この上のティッシュ買いました。いい色、うちが好きそうな色。これスカート買ったよ。スリットが入っててロングスカート、めっちゃ可愛い色も可愛い。これは根元と100円だったのが大体3800円くらい。イエイ。おすすめだよマジで。そこのアウトレット3000円くらい。帰ってきてさっきのスカートと合わせても可愛い。片栗粉ダイソーで買った片栗粉、今日一テンション上がるお買い物。パフューム、エルメスのパフュームで、ずっとオーストラリア来て香水なくなってて香水欲しかったって、ついに今日ね買ったんだけど、店員さんもこれが一番好きって言ってて嗅がせてくれて、すごいいい香りだったからこれにしました。じゃん、可愛くないこれ見た目も。リボンで爽やか、疲れない感じがする、つけてて。あとはそうだね、さっきのセフォーラのリップも買ったし、リップっていうかクランパーも買ったので、はい、ということで今日はお買い物 Vlog でした。めっちゃ楽しかった。あそこのアウトレットおすすめ、見てくれてありがとうございました。またね。